こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、面白い素材なんですけれども、こちらでリュックが一つ完成しましたのでご紹介します。よろしくお願いします。一番最後にねお見せしますのでお楽しみにどうぞ。それでですね、今映してますのはね、これが巾着袋の実はですね紐なんですね。これを共布で作るってことをやってます。そうすると紐の幅がですね結構細くならなきゃいけなくて 2.5 センチの幅ですね。まあこれがもうこれ以上だとちょっとうまくできなくなっちゃうんで、綺麗にできる範囲内での細いってなるとこんな感じですかね。 2.5 センチを4つに折る感じになりましてね、紐としての役割にはなると思います。既製品の紐つけるよりも味わいが出るかなという感じかな。あと安定感があって座るみたいな感じって、なんかちょっとね内側に真珠も貼ってあるので、そういう感じでひたすらこういう風にね、隅っこを両端をステッチミシンをギリギリのところでかけていくんですけれども、そういう作業をやりました。それで今回ですね、完成したんですけれども、これの一つ前の動画でですね、内袋の巾着袋を作るところをやったんですけど、実は今回の完成のこのバッグの内袋を一つ前の動画で作ったわけですね。で、その後どんどん進めていって、そのバッグの巾着袋のマチのところがゲジゲジだったと思うんですけど、あれをですね縫って挟み込んでっていう感じで本体にね縫い付けていくんですよね。それをやって完成になりますね。今回ねこういう感じにね紐アップにするとこんな感じで塗ってあります。ということでこれ出来上がりましてね、この色はねなんかねやっぱりグレー黒じゃないなと思ったんですけど、これの生地がですねなんかストライプっていうような名前がね書いてありました。ナイロン 100% でね日本製なんですけど、靴にですねよくね使われる生地で、パンプスのなんかメッシュのパンプスとかの素材と全く一緒で、で一見ですねちょっととっつきにくい感じのね素材かなと思うと思うんですけど、これが意外なことにですね縫っていくとすごく縫いやすくて、針さえ刺さればですねとても縫いやすいものでした。なんかピチンと重なるっていうか、他の生地だと柔らかくて滑っちゃったりするのを逆にこのピンクのこのバラの生地よりむしろこのメッシュの表の生地の方が縫いやすいって感じがしましたね。でこの内側に綺麗な色のバラが生えてますね。いいですね。表側がちょっとグレーのような暗い感じなんだけど、中側がこういう風に対照的な色になっているのがパッと明るく内側が広がってますね。それで前もねご紹介したことあるかもしれないんですけど、一応ちょっとまあ柄違いなのでね、このねポケットがね両サイドにあるんですよ。フラップポケットと隠しポケットがこういう風にあって、で巾着が真ん中に設置してあって、もうこれがねこの巾着が取り出せないというか設置して縫い付けてあるタイプなんですよね。あんまりそういうバッグないかなと思って面白いかなと思ったんですけど、で、この中に大事なものを、忍ばせるってこともできますね。あとは、この巾着を口縛った、その余ったそのこういうサイドの部分ですね。このポケットにも入れずに、サイドの隙間とか、あと一つ隠し的な感じで、底の部分が空いているんですよ。この裏地が貼ってあって、その設置してあるこの縫い付けてあるやつがマチのとこしか縫い付けてないので、そこの部分がですね空いているんですね。この中にね結構大事なものを入れれたりして、手をね奥まで入れないと取れないので、結構いい場所の隠し部屋があるなっていう感じで思ったんですけれども、実際に使ってみてどうなんでしょうね。まあこの巾着のねこの効果なんかもねちょっとねお聞きしたいところなんですけれども、まあ、そういう感じでちょっと面白い素材で今回作ってみましたね。それでね改めて思うことはですね、このデザインはものすごく裏地を使います。表地の約2倍使うと言っても過言ではないかもしれなくて、表地ってショルダーとかその取っ手とかもいろんなパーツ使って多く使うように見えるんですけど、さらに裏地っていうのはそのパーツの面積がもっと大きい、その本体と同じサイズでまず裏地貼りますよね。それで2枚いるじゃないですか、前後で。でその後、内袋である、巾着袋を今回は一重仕立てでやったので、1枚1枚で前後で2枚で合計4枚の裏地を使っただけなんですけど、本当はもっと生地があれば、あとこのこんな感じで分厚い裏地
っていうのは珍しくて、たまたまそうだったからちょっとやりましたけど、一重仕立てで、本来はね、二重仕立てで作るものなんですよね、これね、というふうに私が決めているものなんですね。なので、多少ですね、その裏地をパッと見た感じ、開けた時の感じが、ふわって立つ感じが二重になったバージョン。もちろん、真珠も貼りますからね。そうすると余計にシャンとするもんですから、そういう感じのイメージなんだけど、今回の場合は一重仕立てにせざるを得なくて、これがヴィンテージ生地でも、生地がなかったので、で、一重仕立てでやったっていう、こういう感じですよね。そうすると、これがですね、本来、1、2、3、4、5、6枚パーツがいるもんですから、表地以上にですね、裏地をたくさん使うっていうものになりますね。なのでね、裏地をちょっと違う感じの生地で変えてもいいかなとも思ったんですけど、同じの方がいいかなと思って、とりあえず同じ生地でやっていく方向で今はいます。そしてさらに思い切って、その巾着の紐でさえ共布でやるっていう、でさらにこの横のところですね、本体を締める時の横の巾着というかリボンですね。それもあるんですよね。なので、幾重かにね、こうね、頑丈にして、それは私がセキュリティ性がないなって、もう元から思っていたデメリットである、この巾着型っていうのを、いかにセキュリティを高めるかっていうので、研究してきた末に、いろいろこれもあれもつけていくっていう感じで、余分なものはつけないつもりでも、やっぱりこれはいるかなって、いろいろもう本当に考えた末ですね、いろんなデザインも考えてきたんです。今販売中のものでも、この中が何にもスッカスカで、入り口のこの開閉だけはこれが、フラップがあって、中は本当何もない、巾着とか設置してない状態の過去の、ものもあったりするんですけど、それはそれでね、気さくに使えるバージョンとしてはいいかもしれないんですけれども、ゆくゆくは旅行とかにセキュリティ性高く持っていけるものっていうのに、変えていったっていうことになって、今その変えていくやつのも、いわゆる本番っていう感じで考えているのを、作っているので、ちょっとね、その辺が違いますね。昔のものとっていうことですね。はい、今回これで終わります。また次ですね、どのデザインにしようかなって考えてるんですけど、違うデザインにするかもしれないし、同じので違う生地ですね。その辺をね、ちょっとチョイスして、やっていきたいと思います。今回のようなパンプスに使われているメッシュのような生地っていうのがまだね、あと2つぐらい残っていまして、全部ね、こういう暗い系の色なんですけど、なかなかね、面白い素材でですね、バッグらしい感じになるなと思って、それが意外に良かったです。あと縫いにくいなっていうイメージがあるのを覆すぐらい縫いやすくて、それも意外で良かったですね、という感じですね。はい、ではまたお楽しみに。どうぞありがとうございました。